先生知ってます。人民の、人民による人民のための政治ですよね。年そんな変わんないよ長野さん。素晴らしい先生近い何そう1863年のゲティスバーグでの演説があまりにも有名なリンカーン。でも本当のドラマはその先にあったのです。へえ、奴隷解放にこだわるのもなんとなくわかる気がします。そう、そして先生近いそんなリンカーンを演じたのはこの俳優。あや、クリスマスどうする？今日も可愛いね。久しぶりの子、はい、覚えてる？俺のこと覚えてます。これからよろしく。赤いくなる。そんなわけで、うん、これから夢のユニット T4 による天城愛の調べ生歌披露。テレビの前の君、離さないよ。よっしゃよ。プロマッスルツーツを使って持ち上げてもらいます。はい、え、長野だって60キロあるんですよ。何キロくらいですか？中野先輩は何キロくらいですか？40数キロ。40数キロ。じゃあ実際に、はい、これでいいですか？はい、これで持ち上げられますか？じゃあスイッチ、わー緊張する、オン。さあどうだ？おお、ほら、どうですか？何キロぐらいですか？10キロぐらいの感じ。60キロですか？うん、60キロじゃないけどね。60キロ。でも私も安定します、これ。10キロぐらいに感じる。軽いです。じゃあ、一気に空気抜いてみましょう。危ない。これ、軽い。すごい。特殊なチューブを使うことによって、かなり軽くなるということなんですけども、だいたい200万円ぐらいで開発したマッスルスーツなんですね。確かに足はね、やっぱり体重かかりますから、もものあたりは結構ずっしりくるんですけど、腕がすごく楽です。これは小倉さんぐらいの体重の人は持ち上げか、多分僕がマッスルスーツをつければ小倉さんでも持ち上げることができると思います。これだから介護の時とか便利なんだろうけど、はい、もっとこういうものが小型になって、ね、安くなってくれば実用度は増してくるよね。はい、歩けはしないんですね。歩くのは大変。向きは変えたりはできますよね。これから大量生産されていけばもっと安くなって工場の運搬などに使うことができると、はい、いうことなんですね。はい、まだ持っていられますか？腕プルプルしてないです。じゃあこのままの状態で次の、いいなぁ。さあ続いてはこちらです。そう、芦名さんかなり匂いに敏感ということで、中野がこんなお願いを。ちょっと匂ってみます。本当に匂ってみますっていうのも変ですけど、ちょっと待って、なんだろうこの絵は。お洋服はちょっと新しい匂いがします。あ、そうそう、新しいです。新しいですよね、はい、新しい匂いが。男性で好きな匂いとかあるんですか？鼻息の匂いはそう好きなんです。あの、もう鼻から出る匂いはもうたまらないですね。キュッ。え、何？ちょっと待って、ここから何かなるんですか？ちょっと今すごい汗かいちゃった。その手が中野を惑わす。そうだけど、ドキッとするね。下の見られないですよ、本当に。全然どこかしました、私たち。かっこいい。かっこいい。男を脱いでも心が男前であることは変わらない。これから彼女は、はい、ということで小月さん、凛と生きるというふうにつけさせていただいたんですが、本当にドキドキしちゃうんですよ、近くにこういろいろと言われると。ただ男が見てもかっこいい男ですね。いや、僕もね、別の番組で彼女とご一緒したんだけど、ドキドキ